美しいビーチ、暖かい気候、毎年世界中から多くの観光客が訪れる天国のようなリゾート地。その裏で次々と外国人ばかりが変死を遂げていく。しかし地元警察はろくに原因を追及せず、毎回のごとく真相は藪の中に。一体なぜそこを訪れた大勢の外国人観光客たちは命を落としたのか。それには島特有のある裏事情が関係していた。今回ピックアップするのは数々の未解決事件が起きているタイのリゾート地デスアイランドについてです。では早速この島で起きた奇妙な出来事を紹介していきます。デスアイランド。あなたはタイのバンコクから400キロ離れたタイランド湾にある島タオ島を知っていますか？面積わずか21キロ平方メートル。周辺の4つの島を合わせた人口は1500人にも満たない小さな島で、恵まれた気候、島全域に広がる絶景のビーチとエメラルドグリーンの海水に魅せられた多くの観光客が、パーティー三昧のナイトライフやスキューバーダイビングを目当てにこの場所を訪れます。ちなみにタオ島のタオとはタイ語では亀を意味し、この地域に多くの亀が生息していることが由来となっています。しかしながらある時期を境に一部の外国人はこの島のことをタオ島ではなくデスアイランドと呼ぶようになりました。その理由とは、これまで多くの外国人が不審な死を遂げているからです。謎の死を遂げた外国人たち。2004年6月25日、日本人女性の佐沢よしえさんがタオ島のジャングルの中で遺体で発見されます。佐沢さんは約1週間前の17日の夜パーティーに参加して以来、18日から行方がわからなくなっていました。佐沢さんは高校時代にアメリカ留学したことをきっかけに英語を身につけ、その後長年 CBS や NTT で翻訳家として活動。1994年にタオ島と出会い、スキューバーダイビングを始めたことをきっかけにインストラクターのライセンスを取得し、現地で観光客を相手にインストラクターとして働き始めます。英語が流暢だった佐沢さんはタオ島を訪れる日本人はもちろん、多くの外国人からも信頼されていました。タオ島に観光客が増加する一方で、ゴミや環境問題が深刻化していった時、彼女は島で観光保護を訴える活動をスタートします。しかしそんな中、間もなくして彼女は遺体で発見されたのです。複数のメディアが佐沢さんの遺体はジャングルで発見されたと報じているのに対し、現地の警察は彼女の自宅で発見されたと発表。死因はストレス過多のために自ら命を絶ったなどと断定しました。行方不明になる直前にパーティーで楽しんでいた姿が目撃されているにもかかわらず、彼女がその直後に突然自ら死を選ぶでしょうか。佐沢さんの遺体が発見された時、すでに約1週間ジャングルに放置されていたため、腐敗がかなり進んでいただけでなく、鳥に食べられた形跡もあったと言われており、警察の発表とかけ離れていることがわかります。一説によると、佐沢さんの環境保護活動をよく思っていなかった人間がいて、彼女を目の敵にしたのではないかとも言われています。いずれにしろ、真相はわからないまま佐沢さんの件は事件性はないと早々に片付けられてしまい、タオ島とバンコクで葬儀が行われた末、日本に遺体が送られたのでした。2012年8月30日、バケーションを過ごすためにタオ島を訪れていたイギリス人観光客のベン・ハリングトンが死亡。死因は自転車で鉄柱に衝突したことによる首の骨の骨折だと言われていました。しかしながらベン・ハリングトンの所持品は盗まれた可能性が高く、彼が持っていたはずの財布や時計は事故現場やホテルからも見つかりませんでした。自転車が損傷していたことから何かに衝突したのは間違いなさそうですが、それが本当に事故かどうかは定かではありません。何者かによってワイヤーを使って転倒させられ、その後襲われたのではないかという説があるものの、結局この件は事故死として処理されました。2014年1月1日、タオ島を家族と一緒に訪れていた25歳のイギリス人ニック・ピアーソンの遺体をスキューバーダイビングをしていたダイバーがビーチで発見します。ニックと家族は前日の大晦日の晩にビーチでカウントダウンの花火を鑑賞した後、深夜1時になって疲れたため歩いて宿泊先のバンガローまで帰りました。ニックは両親とは別の部屋に滞在していたため、最後に父親に別れを告げて自分の部屋に戻りました。そのまま帰らぬ人となったのです。地元警察はニックはバンガローから15メートル下の海に落下し溺れて死んだと結論付けました。ニックの頭、顔、
手足には無数の傷がありました。にもかかわらず骨折は見られませんでした。もし高さ15メートルのところから落ちたのだとしたら、骨の1本や2本は折れていてもおかしくはありません。またバンガローから海までは崖にはなっておらず、ゴツゴツとした大きな岩があるため、とても真っ逆さまに落ちることなど不可能なのです。ニックは亡くなる前、地元のタイ人の女の子と知り合ったと言われており、女性をめぐって何らかのトラブルに巻き込まれたのではないかとも言われていますが、警察は関係者に事情聴取などは一切せず、結局死因ははっきりしないまま捜査を切り上げています。2014年9月、ニックの件からわずか8ヶ月後、またしてもイギリス人観光客が悲劇に遭います。ハンナ・ウィサレッジとデビッド・ミラーの2人がビーチで倒れているところを発見されたのです。2人は大学を卒業したばかりの若者で、それぞれ別の友人グループとタオ島に遊びに来ていました。宿泊先のオーシャンビューのホテルが一緒だったこともあり、彼らはすぐに仲良くなり、夜一緒に外出するようになりました。その晩、ハンナとデビッドたちはバーでお酒を飲み、楽しい時間を過ごしました。深夜2時頃、ハンナとデビッドはグループと別れ、2人でビーチを散歩してからホテルに戻ることにします。しかし2人はそのまま帰ってこなかったのです。彼らの遺体はホテルから数メートル先にあるビーチで発見されました。2人とも怪我を負っており、何者かから暴行を受けたのは明らかでした。この件に限ってはさすがにタイ警察も動かずにはいられませんでした。しかし殺人事件の捜査にしてはあまりにもずさんで、事件現場は野次馬たちがあふれ、自由に人々が行き来できるような状況でした。この事件によって国際的な注目を浴びてしまったタオ島の警察は犯人逮捕を急ぎました。反響が大きくなればなるほど島のイメージは悪化し、観光業に影響が出るからです。事件から数日後、監視カメラに被害者たちの後を追う怪しい男が映っていたことが発覚します。この男については後ほど説明します。事件から16日後にはバイクに3人乗りをしている若者が、事件当日の夜、事件現場の近くにいたことが監視カメラの映像から明らかになりました。この映像をもとに2人の青年が逮捕され、逮捕から24時間後には事件の関与を認めました。ところが5日後、今度は2人が事件の関与を否認、留置所で拷問を受けたことによる自白の強要があったと告白しています。ちなみに事件で使われたとされる凶器から彼らの DNA は検出されませんでした。事件現場にあったタバコの吸い殻や被害者の体に付着していた彼らの DNA についても疑問が浮上しています。というのもタイ警察が採取した DNA サンプルはいい加減に保管されており、採取方法ですら国際基準に沿っていなかったのです。事件現場を検証した医師も法医学に全く知識のない人間でした。にもかかわらず、あろうことか2人の青年は裁判で有罪判決を受け、死刑が確定してしまったのです。この件については何者かによって無実の若者が濡れ衣を着させられたのではないかといった説が流れています。タイの警察や裁判所にとっては、タイの観光業にできるだけダメージを与えないように国際的な注目を浴びた事件を早々に解決させることが先決で、青年たちはそのためのスケープゴートとして利用されたのではないかとも考えられています。2015年1月、前回の事件の判決が降りてからわずか1週間後、今度は別の事件がタオ島で起こります。フランス人観光客ドミトリス・パーブスが友人たちと飲みに出かけた翌朝、バンガローの玄関で柱に吊るされているのを発見されました。ドミトリス・パーブスは両腕を体の後ろで縛られていたものの、警察は彼が自ら命を絶ったなどと主張しました。ドミトリスの家族や友人によると、彼は特別これといった問題も抱えておらず、自ら死に追い込む理由がないとして警察の捜査に疑問を投げかけています。2015年1月21日、ドミトリスの事件が起こった同じ月に、ギリス人女性のクリスティーナ・アンズリーがホテルの部屋で亡くなりました。クリスティーナに外傷はなく、警察は抗生物質とアルコールを混ぜて飲んだことによる自然死として片付けました。抗生物質とアルコールの組み合わせだけで死に至る可能性は限りなくゼロに近いと言われています。しかしなぜか検視などは一切行われず、監視カメラに映っていた最後にクリスティーナと一緒にいた人物の映像は公開されることなく、捜査も行われぬまま、この件もまた闇に葬られてしまいました。2015年2月16日、ロシア人観光客のバレンティーナ・ノボショノーバが突如として姿を消します。彼女は数日前ホステルにチェックインしたばかりでした。部屋にはパスポート、携帯、カメラ、
お金などの貴重品が置かれたままでした。そんな状態でどこか遠くに行ったとは考えにくく、ホステルの近くを歩いている姿を監視カメラが捉えたのを最後に、それ以来彼女の姿を見た人はいません。ダイバーたちの捜索も虚しく、現在に至るまで行方不明のままです。2017年4月、次に犠牲になった外国人観光客はベルギー人のイリース・ダレマグネ。イリースはバックパッカーとして2年間アジアを旅行した末にタオ島にやってきました。滞在初日、宿泊する予定だったバンガローで火事が起こり、イリースは別のホテルに移動せざるを得なくなります。ところがそれから8日後、移動先のホテルから少し離れたジャングルで木に吊るされているイリースの遺体が発見されたのです。発見されるまで時間がかかったため、イリースの遺体は腐敗が進んでいた上、トカゲに食べられていたそうです。ホテルを移動してからバンコク行きのチケットを予約していたことからも、彼女が自らを死に追いやったとはとても考えられません。なぜか遺体の近くにはガソリンの入った容器が見つかるなど不審な点が多く、この件もまた警察はまともに調べることもなく捜査を打ち切りました。2021年6月、インド人観光客の夫婦ラキシュワーとアンシューの2人は息子を連れて6月4日にホテルにチェックインしました。ところがその同じ日の午後、2人はホテルのプールの中で浮かんでいるところを発見されます。2人はプールから引き上げられ、救命措置を受けましたが、間もなくして死亡が確認されました。地元警察は夫婦は溺れて亡くなった、つまり事故として処理しました。なぜかその日に限っては監視カメラが作動しておらず、2人がどのように溺れたのかを知る者はいません。事故当時、スタッフすら周りにいなかったと言われており、プールはコロナ禍のため閉鎖されていたにもかかわらず、夫婦揃ってその中に入り、2人とも溺れたなどと警察は発表しているのです。2023年1月、スキューバーダイビングのイギリス人インストラクターネール・ジブリンが宿泊先のバンガローで遺体で発見されます。遺体を発見したのはネールとスキューバーダイビングをする予定だった女性客の2人で、約束の時間になってもネールが現れなかったことから部屋に行ったところ、彼の変わり果てた姿を目にしたそうです。発見された時、ネールは上半身裸で下着しか身につけておらず、毛布にくるまった状態でした。当時彼は48歳で、持病などもなく至って健康体でしたが、地元の医師はこれを自然死として処理し、それ以上深く調べようともしませんでした。司法解剖も行われませんでした。ちなみにネールは以前からこの島でよく外国人が謎の死を遂げることを友人たちに話していたそうです。島の掟。これらの事件の他にも死亡事件や行方不明事件が何件も起こっているタイのタオ島。これだけ未解決事件が多いのには、地元の権力者と警察が癒着しているからだと言われています。タオ島の経済は 100% 観光業によって支えられており、そんな中で力を持っているのはホテルやバーのオーナーたちです。例えばビーチで発見されたイギリス人のハンナとデビッドの事件。なぜか警察が現場検証しているところに一般人の男がいます。実はこの男、モントリワット島ビチェンは島のバーやホテルのオーナー家族の一人で、タオ島の村長の弟でもあります。島ビチェン一家はこの島で最も力を持っているファミリーで、彼らが島の経済活動を牛耳り、ルールを作っているとも言われています。タイの警察が汚職まみれであることは周知の通りです。そんな警察に裕福で権力を持つオーナー一族が賄賂を払っていたとしたら、もしそんな環境で彼らにとって不都合な事件が起きた時、果たしてホテルやバーや店の従業員たちは彼らに不利な証言をするでしょうか。また労働者の多くはミャンマーからの移民や不法滞在者で、もともと弱い立場にある彼らが権力を独占しているオーナー一族たちの下で働いている、いびつな村社会になっているのです。ちなみにハンナとデビッドの事件で逮捕された2人もミャンマー人です。事件の現場検証の場に警察と一緒だったモントリワットは、くしくもハンナとデビッドが最後に行ったバーのオーナーです。それだけではありません。事件があったとされる時刻に上半身裸で監視カメラに映っていたあの男もモントリワットだったのです。事件後、デビッドの友人であるショーンはタオ島のバーでお酒を飲みながら友人の死を嘆いていました。するとそこにタイ人の男たちが突然やってきて、彼の隣に座ってきたのです。
they're gonna watch you, man. But you died tonight, so I just ran. I just left and ran. 脅迫を受けたショーンは危険を感じ、Facebook にそのことを書いた上で、すぐに島を出ました。幸運にもショーンは無事島を脱出することができましたが、どれだけタオ島が組織的に管理されているかが浮き彫りとなりました。また男たちが言った首を吊って死ぬという方法は他の外国人観光客の死因と全く同じです。ちなみにショーンがバーで脅された男たちの中にモントリワットの姿もありました。さらに抗生物質とアルコールを混ぜて亡くなったとされるイギリス人女性クリスティーナ・アンズリーが滞在していたホテルもモントリワットの所有するホテルです。一体なぜ複数の事件がこれだけモントリワットにリンクするのでしょうか。果たしてこれはただの偶然なのか。あなたはこの島で起きていることについてどう思いますか。ぜひ意見感想をコメント欄で聞かせてください。以上、タイのデスアイランドタオ島についてでした。